今回は、アクールのビデオトランスレートを使って、吹き替え動画を生成する方法について解説します。ぜひ、最後までご覧ください。まずは、アクールのビデオトランスレートのページを表示します。サイトへのリンクは概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたら、右上にあるログインボタンをクリックします。Google アカウントを利用して、ログインする方法が簡単でおすすめなので、 この動画では Google アカウントでログインして解説を進めます。これで、a アクー l のサイトにログインすることができました。サイトにログインしたら、この部分に吹き替える動画のファイルをドラッグドロップします。今回は、Heygen と呼ばれるサイトを紹介している動画をアップロードしてみました。動画を再生します。Welcome to Heygen.Here's how you can create spokesperson video in three easy steps. この英語の音声を日本語の音声に変えてみましょう。Choose Target Language をクリックします。表示されたリストの中から日本語を選択します。これで英語の音声をもとに日本語の吹き替え動画を生成するための準備が整いました。それでは早速生成していきましょう。Translate This Video と書かれているボタンをクリックします。これで吹き替え動画の生成が開始されます。 生成された動画を確認するには、リザルトと書かれているテキストをクリックします。そうすると、吹き替え動画が一覧で表示されます。しばらく待っていると、吹き替え処理が完了します。この処理には、10分以上かかることもあります。生成された吹き替え動画を再生してみます。ようこそ平原へ。以下の3つの簡単なステップです。ポークスマンビデオを作成できます。 eStep 100以上の AI アバターから選択するか独自のアバターを作成します。期待した通り、日本語の音声での吹き替え動画が生成されています。それでは次に、日本語の動画から英語の音声の吹き替え動画を生成してみましょう。Tools と書かれているテキストをクリックします。表示されたメニューの中から、ビデオトランスレートを選択します。これで、先ほどのビデオトランスレートの画面に戻ることができます。 動画ファイルをアップロードします。アップロードが完了するまでしばらく待ちます。今回はこのような動画をアップしてみました。動画を再生します。あ、えー、こんばんは、ヘルグです。えーと、まずあの、えー、安倍首相元安倍元首相のご冥福をお祈りします。今回は日本語の動画に対して英語の吹き替え動画を生成したいので、Choose Target Language は English を選択します。 Choose target language を変更したら ,Translate this video と書かれているボタンをクリックします。吹き替え動画の生成が開始されたら、右上にある Result のボタンをクリックします。動画が生成されるまでしばらく待ちます。今回はこのような動画が生成されました。生成された吹き替え動画を再生します。Good evening, this is h e l g 期待した通り英語の音声の動画になっています。なお、このような吹き替え機能は YouTube の機能として導入が予定されています。2024年までには搭載されるとのことです。YouTube に こんな感じの音声の吹き替え機能が搭載されるのは楽しみですね。それではまた別の動画で。